今回の雑学は、カタツムリは美味しいのかということです。カタツムリというとエスカルゴがありますが、フランス料理ではよく食べられてます。ではカタツムリはどうかというと、日本で食べる文化は聞きません。つまり、日本人には合わないということです。しかし、古代ではちゃんと食べてたわけです。それが分かったのが、石器時代の古代遺跡から出た、噴石からカタツムリの殻が出てきたわけです。その噴石をお湯に溶かせて分析したら分かったわけです。当時の背景として、魚はもちろん昆虫やカタツムリにも、昆虫やカタツムリも普通に食べていたというわけです。